なあ、はい、これほとんど同じ住所じゃないこれ。そうですね。ああこれもっすよ。これもっすよじゃないよ。ここが噂の出所でしょ。そうか。うわマジ怖いっすね。本当にいるんじゃないですか雲女。お前さ明日ここ行ってこいよ。え、勘弁してくださいよ。俺そういうの苦手なんすよ。雲女がよく出没するのは神谷市の北にある23号バイパス下太田トンネルのあたりです。私の友達もそこで雲女に襲われました。どうしたのここの原稿。あ、今の長谷川が言ってるんですけど連絡取れないんですよね。ただいま電話に出られません。何やってんの。メッセージを残されるか。あなたは何やってんの。行きなさいよ。あなたも夜までに戻ってくれば締め切りに間に合うでしょ。はい。昨日もその話しましたよ。そうそう長谷川さんって人。そうなんだけどさ、よく来るの雲女って。私たちは1回しか見てませんけど。どんな人かな。服もカバンもなんか古臭い感じで、靴も擦り切れてストッキングもボロボロで。競馬新聞読んでました。ああ、あのさ、なんか食った後にさこう四つん這いになってこれ食い逃げするんでしょ。そうみたいですけど。見たいですって。見てないの。私たちバイト終わって先に出たから。ねえ、誰が見たの。違うシフトの人。え、お客さんの後って聞いたけど。いつもキノコのパスタ注文して、ね、自分で持ってきたラー油ドボドボかけて食べるんですよ。ラー油を中蓋取ってやって入れ物の半分ぐらいかけちゃうの。コーンスープにも色が変わるくらいドボドボかけてた。いつもあの席に座って。え、いつから。え、あの人なの。領収書、田中でちょうだい。田中様ですね。しっかり金払ってんじゃん。あの雲女って本当？はい。誰かここで襲われたの雲女に。はい。嘘でしょ。本当です。だって見てないんでしょ雲女。それはそうですけど。やっぱりな。でも襲われたのは私の友達ですから。じゃあ君から手紙くれたの。警察とか全然相手にしてくれないから。すいません。ねえ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 、留守だったらいいよ、また来るからさ。あけみいる。大丈夫です。いつもこうだから。そうすんのか。じゃあお邪魔します。あけみ入るよ。どう？元気？こんにちは。
これ新学期始まってから今日までの授業内容。こっちが英語でこっちが数学。大丈夫明美、この人は大丈夫。怒ってるんです、誰も信じてくれないから。いい明美、この人は雑誌の取材の人、明美の話ちゃんと聞いてくれるからね。話して、あの日のこと。ありがとう。あの日部活で学校から帰るのが遅くなって、普段はあの道全然使わないんだけど、あの日はたまたま早く帰んなくちゃいけないから、あそこ自転車で通って、そしたら後ろからすごい足音が聞こえてきて、私振り返ったんだけど、遠くに女の人がゆっくり歩いてるだけで別に変に思わなかったんだけど、ああの距離が全然縮まんなくておかしいなって思ってた。明美、ゆっくり落ち着いて。いいかな。ですね、なんだっけ、学校のこう部活で遅れたんだよね、確かね。それで遠くに女の人がゆっくり歩いてるだけで別に変に思わなかったんだけど、距離が全然縮まんなくておかしいなって思ってたら、女の人が急に四つん這いになってこっちに近づいてきて、大きな口開けて飛びかかってきて、目がやつあって、足もすごいいっぱいあって、がっちり動けないようにされて、口から糸出て、そしたら全然動けなくなって、私怖いから声出そうとしたんだけど、口も鼻も糸まみれで塞がれて全然動けなくなって、いつの間にか気を失ってしまって、次に気がついた時は体も糸でぐるぐる巻きにされて、トンネルの天井から吊るされてて、頭が下だから、私苦しいからもがいたんだけど声が出なくなってて、でもかすれた声だけが出て、それはこんな感じの。何してるんですか。おばさん、お邪魔してます。どちら様ですか。私、週刊マドマゼルという雑誌の山崎と申します。お宅の娘さんのことで。娘が何か。先月だっけ、先月の事故のことで娘さんに話を。話ってどういったお話でしょうか。おばさん、私今日は明美に授業の内容を伝えに来ました。そう、ありがとう。お邪魔しました。この子まだショック状態がひどいらしいので、知らない人にはなるべく会わないようにってお医者様に言われてるんです。あ、そうですか。すいませんでした。あの、もう本当お構いなく、もうおいとましますんで、あの、もう失礼しますんで。すみません、でももうすぐおいとましますんで。あ、スリッパ、すいません、気づきませんで。いえ、あ、あの、いや、どうぞ。あ、すみません、あの、うちの雑誌買っていただいてるんですね。お母さん、あの、明美ちゃんの話どう思われますか。あの、雲女ですか。ええ、これなんですけど。これがあの子。ええ。そんなバカな話あるわけないですよね。本当あの子も困った子で、私もなかなか昼間うちにいてやらないもんですから、寂しい思いをさせてるとは思うんですけど。お父様は。死にました、あの子が生まれる前に。失礼しました。この絵、山崎さんがお描きになられたんですか。あ、いえ、こういうのは別にイラストレーターっていうのがいまして、僕たちは普段描きません。すいません、何も知らなくて。生まれてからこの町出たことがない。